双方その進行方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。これより第2クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣12ヤードからのセカンドダウン10。さあ左方向へのプレーが展開しました。29番、相手のタックルを受けながら前進し、約9ヤードゲインに変えています。タフなゲイン重ねまして、クラブベアーズ29番、非常にいいプレーを見せました。29番は藤本です。クラブベアーズサードオン残り1ヤード、ボールオンは相手陣4ヤードの位置にあります。さあランプレイタータッチアー、ここでランニングバック12番にボールを託しまして、右オフタックルのパワーランを展開しました。12番、そこから体をねじ込むようにエンドゾーンに走り込んでタッチアー。クラブベアーズ12番小田のランによりましてタッチダウンを重ねまして6点追加となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加、クラブベアーズ14点、大阪府警シールズ0点、その差を、14点と広げる形にクラブベアーズ成功しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあります。ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点さらに入ります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒された場合の失点、視察点のセーフティーです。この場合は2点です。この結果アメリカンフットボールのワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この組み合わせによる足し算によりまして試合が決着する方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合が再開します。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃の機会を得やすい状況になります。さあ大阪府警リターンに入った、リターナー左サイドライン際を狙いまして突破を図り、大阪府警陣34ヤードからの攻撃位置を確保しました。この位置から大阪府警の攻撃となります。さあ2つタッチダウンを奪われた格好になっている大阪府警ですが、なんとかここで1つ得点のチャンスを見出したいところです。大阪府警自陣34ヤードからファーストダウン10。さあここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ここはクォーターバック自らキープを判断しました。しかしこれをベアーズ見事に対応しまして2ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。ボールを持った選手が倒れるまでがその攻撃の獲得喪失地点という形になります。クラブ失礼しました、大阪府警セカンドダウン12。
クラッパーズナイスディフェンス。今度は中央のランプレーで突破を図ろうとしましたオーストラフ系、しかしこれをクラッパーズ81番見事に対応しまして、さらに4ヤードロスに変えています。見事なロスタックルを決めましたのはクラブベアーズ81番の野山でした。クラブベアーズ失礼しました、大阪府警サードン16、今度はクォーターバック4番ハンドオフをフェイクにして左オープンへのランプレーを展開しました。自らの足で状況打開を図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。キックによる陣地挽回を図ります。クラッパーズリターンに入る、リターンの1番勢いに乗りまして左サイドライン駆け上がりハーフウェイ付近で攻撃位置を確保しています。攻守変わりましてクラブベアーズの攻撃に変わります。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスルです。ここで大阪府警が前半1回目のタイムアウトを投入しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはここで大阪府警状況を立て直すためにここで切り替えどころでタイムアウトを取り、状況のセット整理を整頓を図ります。チャットのメッセージにありました田村選手ですが、私番号を誤っていたようですね。19番の、大阪県の19番の選手の模様です。さあ試合再開です。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック6番プレッシャーをかいくぐるように右左へと旋回しながらターゲットを探しましたが、しかしターゲット見つからずパスを投げ捨てる形になりました。パス失敗という形になりますのでダウン進みましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。さあ中央へのランプレー、今度はロッカーをつけましてランニングバックに突入させました。ランニングバック、0番密集点突破を図りまして約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。クラブベアーズ0番は川野です。クラブベアーズハーフウェイからサーダウン5。不成功。
クォーターバック6番中央に走り込んだバイデンシルバー、0番にパスを通りましたが、これは大阪府警のパスカバーよく不成功となっています。ダウン進んでフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン5、フォーメーションを変えパントフォーメーションを取ります。さあ大阪府警リターンに入りますが、しかしこれはベアーズもカバーよく大阪府警陣10ヤード付近で攻守交代となります。さあ大阪府警攻撃開始という形になります。ボールオンはしかし自陣7ヤードと厳しい位置にセットされています。さあここから突破口を見出すことができるでしょうか。大阪府警ファーストダウン10、ナイスディフェンス。大阪府警ランプレーを投入しようとしました。しかしここにクラブベアーズディフェンスチームシャットを最終43番が仕留めまして、ロスタックルに変えています。激しくロスタックルを覚えましたがクラブベアーズ43番の松井でした。大阪府警セカンドダウン14、パス不成功。今度は左に展開した13番にリッチパスを投じましたが、このパスはオーバースローでサードに変わります。先ほど、素晴らしいタックルをしました松井選手、記憶が確かであれば私が応援しておりました加古川大阪市のランニングバックとして活躍していた選手です。どうやら久方ぶりの現役復帰をした模様です。個人的にはこのような形で夢に何度でも挑戦できる選手は素晴らしいと思っています。パス不成功。この状況をパスで打開を図りましたが、ワイドレシーバー13番へのパスはオーバー、上ずったパスになりましてタイミング合わず、パス不成功でフォースダウンに変わります。フォースダウン14、パントフォーメーションを取る模様です。しかしエンドゾーンにパンターがいるという非常に厳しい状況でのパントシチュエーションになります。このパントをプレッシャーから大きな返しにすることができず、結果的には大阪府警陣30ヤード付近、失礼しました、23ヤード付近というところで攻守交代になります。クラブベアーズかなりいい位置で攻撃を得る形になります。ここでウォーターブレイクに入ります。
さあウォーターブレイクと比べて試合再開となります。クラブベアーズ相手陣23ヤードからのファーストダウン10。まずクォーターバック自ら行きました。クォーターバック8番中央に体をねじ込むように前進しまして約7ヤードのゲインに変えています。まず果敢なランプレーを組みましたのはクラブベアーズ8番の稲葉です。かつて京都大学ギャングスターズで活躍しておりましたその見学まだ衰えずといったワンプレーでした。さあ今度はランニングバックいった。ハンドオフ託されました。ランニングバック15番中央突破しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト見事に攻撃権更新を果たしましたがランニングバック15番の吉本でした。さあ相手陣12ヤードに入りましてクラブベアーズファーストダウン10。また中央へのランプレー今度はオフェンスラインが津波のように押し寄せましてランニングバックともども中央をなだれ込み約5ヤードから6ヤードゲインに変えています。ここはオフェンスライン時も素晴らしいプレーを展開したといったところでしょう。クラブベアーズセカンドダウン2ゴール残り4ヤード。そのままいった、タッチダウン。ここでクラブベアーズはランニングバックに全てを託しました。キャリア15番今度は左オフタックル付近突破しまして攻撃権そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。クラブベアーズタッチダウンによりまして6点追加となっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。その期待に応えましたのが15番の吉本でした。またオフェンスラインマン66番72番など、数々のオフェンスラインマンが活躍してのワンプレーです。ワンプレーのタッチダウンでした。66番は斉藤、72番は福永です。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズトライフォーポイント。キック決まりまして1点追加、クラブベアーズ21点、大阪府警シリーズ0点となりました。クラブベアーズ着々とチャンスを生かしましてタッチダウンを収め試合の主導権を握っております。
さあ現在試合はクラブベアーズがタッチダウン3つを奪ってリードしている展開となっております。そのクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。リターンに入ります。これはナイスリターン。左サイドエンジンを走るように22番突破を図りまして、自陣33ヤード付近を確保しての攻撃となります。この辺り大阪府警も22番の平井を筆頭に非常に個々の能力高いプレーを見せております。さあ大阪府警の攻撃に入ります。大阪府警自陣33ヤードからファーストダウンテン。さあランプレーから入りました。中央突破によってまず状況を打開せようというところでしたが、しかしこれはクラブベアーズも10番筆頭に迫りまして、このランノーゲインとしております。切り込む形で中へ入りましたのはクラブベアーズ10番の酒井でした。大阪府警セカンドダウンテン。パス不成功。今度は内側に切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。サーダウンに変わります。大阪府警サーダウンテン。さあフレアパスを通じましてそこからのキャッチアンドランを図りましたが、しかしクラブヤーズ許しません。フォースダウンに変えます。相手のラッシュをかわすという形でその裏をつかんというところでしたが、ここはクラブベアーズ一律の長を発揮しております。フォースダウンに変わります。さあクラブベアーズリターン試みる。しかしこれは大阪府警も見事に対応しました。リターナー1番のリターンを大阪府警24番見事に食らいつきまして、そのリターン阻止し、クラブベアーズ陣30ヤード付近での攻守交代となります。ここは大阪府警24番の藤井よく食らいつきました。クラブベアーズ自陣29ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック8番ここでロングパス、奥に走り込んだ29番にパスを投じましたが、29番ディフェンスのカバーが目に入ったかパスキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテン。
度はランニング枠に託して右オープンへのランプレー。スピードに乗ってランニング枠右オープンの突破を図りました。しかしこれはディフェンスも対応しまして、ゲインは約2ヤードから3ヤードにとどまっております。クラブベアーズサードダウン8。パス成功、ファースター。クォーターバック8番、右に展開していたワイドレシーバー29番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事にパスを通しましたのはクォーターバック8番稲葉、取りましたワイドレシーバーは29番の藤本でした。ここでホイッスル。ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取ります。時計進んでおりましたが、前半残り時間は29秒となっております。試合再開となります。クラブベアーズ自陣42ヤードからのファーストダウン10。前半残り時間は29秒となっています。通そうとしまして、クォーターバック8番奥にパスを通じました。しかしそのパスを取りましたのは大阪府警シリーズ25番。パスを奪ったことによるインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバーにより攻撃権は大阪府警に変わります。見事インターセプトを果たしましたのは大阪府警25番の、広吉でした。さあ攻撃権取り返した大阪府警、ボールオン自陣30ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警ファーストダウン10。ナイスゲイ。ランニング22番すれ違い側のパスを取りまして右オープン展開。ブロッカーが相手ディフェンス殺到する中でしたが、それを粘りまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。チームタイムアウト大阪府警。ここで大阪府警は前半2回目のタイムアウトを取ります。ここは大阪府警22番の平井が素晴らしいプレーを見せてくれました。前半残り時間は4秒となっております。おそらくは前半のラストプレーとなる次のタイムアウト明けのプレーとなります。大阪府警どのようなプレーを持ってくるでしょうか。ボールオンは自陣37ヤードからセカンドダウン3。
ターバック4番左に展開してパスを投じようとしましたがターゲット見つからず、結果的にはノーゲインでこのプレー終了となりました。前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了しましてクラブベアーズ21点、大阪府警シールズ0点、クラブベアーズが3つのタッチダウンを奪いましてリードする形で前半終了となっております。さあ双方ともその後半の打開策をこのハーフタイムで見出そうとします。突破口を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このインターバルを配信の休憩のインターバルとさせていただきます。